どんどんディズニー、どうもマイドンです。イエーイ、ついにファンデーションが終わりました。イエーイ、おめでとう。ボン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 。いやマジですごい感慨深すぎる。終わると思ってなかった。今回は最後のセメスターが全部オンライン授業だった。あと8月からこっちに来てマレーシアの大学に通おうって思ってる人たちがコロナの影響とかで日本でオンライン授業で受けますみたいな、どういう感じか教えてくださいみたいな DM がよく来るので、それについて教えていこうかなと思います。それでは行ってみよう。久しぶりすぎてどうやって喋ってたか忘れた。見ない間に真っ金髪ドヤンキーみたいになってない？あ、やってるとやるよ。まず授業はレクチャーとチュートリアルっていうのに分かれてて、でレクチャーはその科目を取ってる人全員が受けるやつで、これは大体先生がもう録画してあるやつを私たちがその1週間のうちに見とくみたいな感じ。本来だったらこの授業をここの時間に受けてますよっていう時間までとか、その今週金曜日までとかに出してくださいっていう簡単ななんかクイズみたいなやつとか、簡単なレポートを出しておくって感じで、チュートリアルっていうのはその全員で撮ってる人を何個かのグループに分けて少人数でやっていくっていうのがチュートリアル。ズームみたいな感じで対面式で始まりの時間にこうやってパソコンの前にいて受けるって感じで、これは結構名前刺されたりします。なんか意見とかその教えたりして、でじゃあここやってみてみたいになって、その場でレポート書いてスクリーンシェアして読み上げさせられるみたいな地獄の時間を時々聞きますね。で私の名前めっちゃ簡単なのってか、日本人ってさ名前簡単じゃん、わかりやすいじゃん。マイって名前なんだけど、マイなんてもうマイネームイズのマイだからさ、わかりやすすぎて。でなんか本当にね、マイ授業呼ばれんので、なぜかわかんないけど私のパソコンすごい音声が通りにくくて、 Your voice is very softly, are you in Malaysia? ずっと一緒毎週言われ続けて、もう鬱になりそうでした。何がソフトリーやねんみたいな、ソフトクリームかみたいな思ってたんだけど、嘘。チュートリアルはちゃんと聞いてないと、そう急に刺された時とか結構困るからちゃんと聞いてないとやばい。グループの課題が多くて、オンラインになったからって言って多分変えてないの前の課題と、だから全部グループワークが多くてすごい嫌だったんだけど、オンラインでさグループワークでやるって言うとさ、いろいろ伝達がめんどいやん。でそれをなんかチュートリアルの時にその進歩度を見せることが多くて、でなんかまあダメ出し食らって、あーはーいみたいなことが多いですね、チュートリアルは。まあ課題はさっき言ったようにグループの課題が多くて、と私は最後のセメスターだから結構もう友達ができてて、その人たちと組もうみたいな雰囲気ができてるからいいんだけど、最初のセメスターの人で最初からオンラインの人は結構ね、どうするのって感じ、グループの決め方とか。私も次の夏から新しい学部に入ってやるから、多分グループワーク、マレーシア全体的にグループワークが多いイメージだから怖い。頑張ろうね一緒に。テストは全部オンラインでやったんですけど、なんかめちゃ全然カンニングし放題な感じのゆるゆるな感じでした。1個の教科は前にカメラ設置しておいて、その間に書けみたいなやつだったんだけど、あとのやつは全部もうこの時間にやって、この時間まで終わって提出してくださいってやつだったから、全然もう楽勝でした。カンニングできても難しいようになってるんだなとは思った。なんか調べてパンって出るさ、なんか簡単なディフィニション答えろみたいなやつだったらすぐさ調べれば出てくるじゃん。考えないとわからない問題が多かったイメージですね。一番最初の教科は私と同じ問題で出てたんだけど、次の教科はもう全部ランダムに出題されてたから、おいってなったっていうエピソード。カンニングしてないけどね。で時間帯はだいたい午前中に終わるかなっていうイメージです。でまあチュートリアルが人によって違うから、私の時だけちょうど午前中に終わってたのかもしれないから一概には言えないんだけど、普通の授業だった頃は出席何パーセント取んないとテスト受けれなかったりしたんだけど、このオンラインのやつはなんか出席してなくても出席してる認定みたいな、ガバガバゆるゆるの授業とかもたくさんあったので、まあ、全部受けた方がいいけど、なんかまあ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 って感じ。しかもね、まあ、普通の授業でもオンラインでもそうだけど、遅刻とかね当たり前だしね、先生がねまだ寝てるみたいな時、なんか一番初めの授業の方ってあったから、マレーシア全体が時間にルーズなんだけど、というのはねラッキーかもしれないですね。これオンライン別に関係ないんだけど、 MacBook 必需品ですかっていう質問があったんだけど、別に必需品ではないと思います。私前までこのバカデカパソコン使ってたんだけど、なんか別にこれでもやれたし
学校に持っててチュートリアルとかの授業を受ける時とかに先生が説明してて、でスライドを自分で見ながらなんか受けたいなみたいな時とか、前にその資料出てるけどちょっと近くで見たいっていう時とかに使うだけで、なんか別に友達も見せてくれるし、別に前に出てるから見えるしって感じで、まあ、なくても全然ね困んないなとは思います。でもやっぱ持ち歩く、その学校まで持ち歩く間にこいつがちょっと重すぎるという問題もあって、私はね買いました iPad。 でもちょっと iPad Air なんですけどね、最新じゃないです。なんかねテイラーズは結構 MacBook とかちっちゃいこういう MacBook じゃなくても薄いラップトップ持ってる人が多いから、うん、これ持ってる人は結構なんかあれだった、恥ずかしかった私は。まあ別にそれでも全然生活できるし、絶対じゃないです。持ってたらもちろん便利なんだけど絶対欲しいわけじゃない。で何かはおっかなって迷ってる人は、なんか MacBook 高すぎるしこいつ買うのはちょっとっていう人は、なんか iPad ぐらいがちょうどいいかなって私は思います。iPad で、ね、このキーボードつければレポートも書けるんで、学校にも大きいパソコンって貸し出しもしてくれるし、別に絶対じゃないと思います。まああった方がもちろん便利なんだけど。以上、マレーシアのオンライン授業についてでした。まあ、めちゃ適当に簡単に説明しちゃったんだけど、まあ、こんな感じです。でね、その今年いっぱいずっとオンライン授業だと思ってたんだけど、なんかどうやら10月から普通の授業が始まるみたいなので、そこまで頑張ってオンライン授業やっていこうかなって思います。で8月から夏休みに入るので、もう超暇、 YouTube 頑張ろう頑張ろうイエイイエイ月間に入るので応援よろしくお願いします。インスタやってるんでぜひフォローしてください。そこに DM でマレーシアの留学のこととか聞いてくれたら全然答えるんで、ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。